クラシックのチンクエチェント僕全然乗り慣れてなくてね。で初めてその、まあ、クラシックのチンクエチェント自体も初めて乗って、これも初めて乗ったんですけど、まあそういうクラシックチンクエチェント初心者にとっては圧倒的にこっちは乗りやすかったなっていう感想なんですけど。あ、それは間違いない。古いから気を使わなきゃなんないところっていっぱいあるし、そもそもパワーもトルクもないから、それをどうやってこう有効に活かしながら運転するか、ロスしないで運転するかっていうのがすごい大事だったりとかするから、そこにやっぱコツが結構必要だと思うんですね、うん、でも500の EV これ全然そんなの必要ないじゃん。そうですね。でしかもクラシックのチンクエチェントより全然スムーズで全然速い、うん、でやっぱり1速2速でこう止まってる状態から信号で発進するときってやっぱ常に気になるの後ろでしょ。あ、そうなんですよ、ね、バックミラー見て後ろからなんかすごい寄ってくるんだけどみたいな。確かにそうだったね、うん、でもこれはそれがないじゃん、はい、これはもう本当に乗ってほんの 2,3 分経てばもう自分のペースで走れるなっていう感触を持ってたんで、そういう意味だと本当に敷居を低くしてくれる車かなと思いましたけどね、うん、敷居も低くなるけど、走行性能っていう意味ではレベルが高くなってるんですね。うん、ある意味では、うん、まあなんとなくね、このハンドルから伝わってくる路面の感じとか、ああいったところがそのすごく独特の世界観がある車だと思うんですよね。あとやっぱりね、なんだかんだやっぱり車ちっちゃいから、ここから見える景色っていうのがやっぱり普通の車と違うでしょ。全然違う、ね、うん、あの道が広く感じるとか、うん、まあ、そういったところのその非日常性みたいなのは十分これでも感じられるし、うん、なんかね、心に余裕がある分ね、うんうん、こっちの方が楽しめるんじゃないかななんて思っちゃったりもしたけど、あのね、そういう側面もあるんだけど、うん、やっぱクラシックにはクラシックの良さがあって、多分ね、だから、うん、だから、今ほら博物館はもう EV ももちろんやるけど、うん、あの完全にレストアされた車を、はい、こう日本で売ろうともしてるわけじゃない。だその2つの道を選べるっていうのはこれはいいなと思った。なんか乗りこなす楽しみみたいなのはひょっとしたらクラシックの方がありそうだし、うん、なんとなくその、ね、なんていうかな、指導の儀式とかあるでしょ。であのギアチェンジもやっぱりちょっとこうコツがいるみたいなところもあるし、うんうん、おそらくその周囲の交通状況を読む楽しみだとかってのはきっとあっちはあると思う。そこはもうまさしくスポーツカーと一緒なんですよ。そういうところ、なるほどね、うん、だから乗りこなす楽しみっていうのは絶対ある、ね、そう、あの操っていく楽しみみたいな、うんうん、でもこれはこれでやっぱりね楽しいんですよ、なぜか、うん、まあ、一応ギアついてるけどほぼ使わないじゃないですか。そうですね、ね、3速に放り込んだまんま、うん、ずっと街中走れちゃう。でもね、だからもうオートマ状態で走ってるからってじゃあつまんないのかって言ったら全然つまんなくなくて、うん、なんかね今日はその最初に乗ってから降りるまでずっとなんかヘラヘラ笑ってた気がする。笑ってなかった。僕は笑どうしても一生懸命運転に一生懸命になっちゃうタイプなんで良くないなと思いつつも完全に曲がり、俺が一生懸命走ってないみたいな状態を真顔になっちゃうんですよついつい。うん、でも大事なのはやっぱりそのアクセル踏んだ時のそのトルクの出方とかね、うんうんうん、そういったところに違和感があるとどん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 車と人って心離れていっちゃうんだけど、うん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 、やっぱりそこは電気の良さっていうかね、うん、あのそのなんていうかな、この右足の動きと車の動きの予測性、なんかこう予測に対する動きの良さみたいなとこを感じられるから、うんうん、まあ、そういうとこ楽しいですよね。そうね、やっぱ、うん、あとね、その EV ならではの楽しさっていうのがちゃんとあるじゃん、うんうん、もうアクセル踏んだ瞬間にトーンってこうトルクが出てくるっていう、はいはい、それはねやっぱ内燃機関の車では絶対に味わえないし、うん、あとね圧倒的に静かでしょ。ああそうだね、うん、ギアの音はするけど、うん、トランスミッション残ってるから、うん、ギアの音はするけどなんかやっぱねあの独特のペモペモペモっていう音が聞こえてこないっていうのがやっぱね最初はやっぱ違和感だったけど、あ、なるほど。でもなんかねその静かなのとあとモーターで走る車ってちょっと表現違うかもしれないけど走り方に高級感あるじゃない。そうですね、スムーズで、うんうん、滑らかで、うん、そういう EV の楽しさとチンクエチェントの楽しさの両方を持ってる感じがする。なるほど、うん、僕はあのギアノイズ、うん、あれは結構いい味出してるなっていうか、あ、もちろんもちろん、ね、なんかその、うん、過剰に、そうそう、過剰に EV 方向に振らずね、うん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 、ちょっとそのクラシックな感じをこう醸し出してくれるっていう意味で、うん、あのギアノイズはいいなと思いました。全然うるさくもないし不快でもないんだけど、うん、なんかいいこうなんかサウンドっていうかね BGM みたいな感じになってくれるかなっていう、 そうなんかね、ちゃんと機械を自分が動かしてるんだっていう感覚にはなる、うん、なりますね、すごくなる、うん、なんかギアノイズ、ああ
こういう感じでいい風に使えるんだっていうのはかなり僕にとっては新鮮な、うん、こういう、こう基本的なパッケージングがよくできてて、その基本的なパッケージングがやっぱりクラシック神経チェントの面白さにもつながってるわけですよ。なるほど、うん、だそれは残ってる、うん、共通なんだね、そこら辺はね、やっぱり共通、ね、そうやっぱりこうスーってこう曲がっていくときなんかは、ああこれはやっぱちょっと、まあ、確かにね、さっき言ったように重心が高いなと思うところもあるんだけど、うん、でもこう曲がっていくその身のこなし方とかはすごい共通しているものがあるから、あ、原動機の問題じゃないんだなと。ああそれはあるかもしれないね、うんうん、それはあると思います。原動機に関わらず、だから神経チェントってやっぱ楽しい、うん、新海さんってさ、昔コンバージョンしてたんだよね、EV に。したことあるんだよね。そうですね、学生時代と、うんうん、まあ社会人のある時期、うんうん、まあ電気自動車関係の仕事をしていた時期がありましたんで、うんうん、まあそこでコンバージョン EV は何台作ったか、4、5台作って、うん、うん、という経験があります。これってさ、うん、その、フルレストアしたチンクエチェントにプラス250万ぐらいでコンバージョンできるキットというか、うん、あの、一応そういう感じになってるわけじゃない？それってやっぱ高いの、安いの？まあ、高くはないと思いますね、うん、まずね、リチウムイオン電池っていうのを、なんていうのかな、結構手に入れやすい形で買うっていうこと自体がそもそも難しい。で、そういった、うん、そういったものをこうセットでまず供給してくれるっていう、その販路というか、あ、まあ、そういったところがまず難しいし、であとは、まあ、モーターとかインバーターみたいなとかリレーだとかっていう部品自体はね、結構汎用のものを使ってたりするんだけれども、うんうんうん、その既存のトランスミッションと結ぶそのベルのハウジングのだとか、うんうん、エンジンマウント、そのモーターマウントっていうのかな、うんうん、の設計だとか、うん、まあ、そういったものをいちいちやっていこうと思うと、まあ、とても、まあ、多くの設計費と試作費がかかるわけで、まあ、そういったことを一台一台やると、まあ、それこそ、まあ、そう、100万円台後半ぐらいのお金は簡単にかかってきちゃうっていうのが、まあ手作り EV っていうかな、うんうん、コンバージョン EV の常識の価格なんで、やっぱりそれは工業化された製品っていうことで、それぐらいの価格で手に入るっていうのは、まあ第一印象としてはまあ安いなって感じ、うんうん、だからほらマウントとかそういうのってさ、うん、この車はキットだからちゃんとその製品としてしっかりしたものが作られてるわけじゃない、はい、うん、だけどない車はそれマウントワンオフで作んなきゃいけないから、そう、それこそね、計測して、で、強度検討して、うん、で、ちゃんとした図面屋さんにこう図面引いてもらって、うん、で、加工屋業者に加工やって、で、一番大変なのはね、ナンバー取ることなんですよ。うん。うん、ナンバー取れてるよ、これ。そう。でね、私がコンバージョン EV やってた時期から、また法律がどんどん厳しくなって、うん、事実上、やっぱり今の車で、まあ、現代の車で、コンバージョン EV の車検を取るっていうのは難しいんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん、でこれはどういうトリックがあるかっていうのは、古い車だからっていうことらしいんですよね。なるほどね。もともと古い車で、その時の保安基準で作られた車、うん、でそれをまあ、あくまで原動機を電気に変えただけですっていうことになっていて、うん、でまあそういった法解釈っていうか法律のもとに、ナンバーが取れる、うん、でこれはね、結構なんていうかな、すごく新しいというか、うんうん、発想の転換というかね、うんうんうん、そこは面白いなと思います。だから事実上そのコンバージョン EV で今新しくどん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 数を増やしていこうと思ったら、こういう手しかないかもしれないって、なるほど、ね、とも思う、うん、